ポールライザーは、アメリカ合衆国の俳優、脚本家、プロデューサー、コメディアンである。1957年、ニューヨーク州ニューヨーク市生まれ、ユダヤ系の家庭で、父親は健康食品の卸売業を営んでおり、母親は主婦だった。高校を卒業後は、ニューヨーク州立大学ビンガムトン校へ進学し、音楽を専攻。音楽を専攻する一方で、 大学在学中から学生演劇などに親しんだほか、コメディアンとしての才能も発揮して、ナイトクラブなどのステージに立った。大学卒業後は、スタンダップコメディアンとして、キャリアをスタート。1982年には、スティーブ・グッテンバーグ主演の青春映画、ダイナーへ出演して、劇場映画デビューを果たした。同作品への出演が評判を呼び、その後もエディマーフィ主演の、 ビバリーヒルズコップやジェームズ・キャメロン監督のエイリア2などの話題作へ立て続けに出演。同時にテレビドラマ版のダイナーへも映画と同役で出演するなど俳優として順調なキャリアを築き上げた。また特に彼のキャリアで知られるようになったのはテレビドラマシリーズあなたに夢中への出演で同作品ではヘレン・ハントと共に主人公夫婦をコミカルに演じて 幅広い層から人気を集めた。同作品は日本でも放送されたほか、作品自体がエミー賞やゴールデングローブ賞を受賞するなど、高い評価を得ている。ライザー自身は俳優としての他に、プロデューサー、脚本家としても参加しており、プライムタイムエミー賞には合計で6回、ゴールデングローブ賞は合計で4回ノミネートされた。また、 同ドラマのテーマソングもライザー自身が手掛けており、役者のみならず、それ以外の分野でも幅広い才能を披露して、作品に貢献した。1995年には、グラミー賞のホストも務めた。1988年にポーラ・リベッツと結婚し、現在は二児の父親でもある。ありがとうございます。